コロッケ。はい、おはようございます。今日は11月の30日です。大会終わって2日後になります。やっと地元に戻ってきました。今日はね、こんな感じで自撮りしてるんですけど、なんとカメラ買っちゃいました。今まで高博くんにずっとカメラ撮ってもらってたんですけど、もちろんこれからも引き続き、高博には動画撮ってもらうんですけど、まあ、ずっと付きっきりで撮ってもらうわけじゃないんで、YouTube 始めてからそのインスタグラムとかも通して、僕のちょっと私生活、朝のモーニングルーティンやったり、食事のルーティンやったり、そういうのを、映してほしいっていう声を結構多くいただいたんで、せっかくなんでカメラ買っちゃいました。でまあちょっと慣れないんですけど、こんな感じでちょっと自撮りとかしていって普段の様子お伝えできたらなと思います。でまあ今日は朝起きてからちょっと朝ウォーキングして、で朝ごはん食べようかなと思います。で大会終わってからね、ちょっと打ち上げで焼肉食べに行って、で焼肉たらふく食べて、ご飯大盛り4杯食べたら思いのほかお腹パンパンすぎて、なんか全然食べれんくて、差し入れもちょこっといただいて、もうお腹苦しくて寝れませんみたいな状態になって、その日はもうあまり思ってるほど食べれず、でまあ2時間ぐらい寝て、朝起きてから、ちょっと回復したんでパン食べたりして、で東京をちょっと観光しながらハンバーガー食べたりクレープ食べたり、結構食べましたね昨日は。ちょっとインスタグラムにもストーリーで載せてたんですけど、でもう好きなだけ、食べて、で昨日の夜の12時ぐらい、ちょっと日付回ったぐらいにこっち奈良に帰ってきました。で今日朝起きて、まあオンでもオフでも朝の食事から結構ちゃんとしたもの食べてるんですけど、で今日はいただいたものとかで、お母ちゃんがちょっとカレーを作ってくれてるっていうことなんで、ちょっと母の手料理を、だいぶ半年ぶりぐらいかな、この前の大会終わってからも食べてないんで、でちょっと朝ごはんにカレーをいただいて、でちょっと自分のジムの方行って仕事したいなと思います。で今日もセッション10本ぐらいもういきなりガンガン入ってるんで、そのセッションの様子もちょっと映していけたらなと思います。ちょっとお客さんに了解得て行ける範囲で映していこうかなと思います。帰ってきてちょっと朝食ですね。まずは、このギャスパリかな、あ違うな、なんか分からんけどいつも飲んでる青汁とファイバーをこれ飲みます。まずはちょっとこの商品もちょっと紹介していって、山岸さんとこのちょっとボディカフェで買ってます。で、この青汁飲んだら、朝はプロテイン。これはギャスパリのプロベンエッグ、チョコレート味。いつも朝プロテインとか飲まないんですけど、今日は朝カレー食べるんで、ちょっとプロテイン飲んでたら、まあ許されるかなみたいな感じです。とりあえず朝の。タンパク質だけでも取ってたらいいかなっていう。これでちょっと朝ごはん食べてジムの方行ってちょっと仕事っすね。今日は
朝の10時からラスト10時まで詰め詰めで仕事入っているんで10分かな。プロテイン飲むのさ久しぶりやもんな。めちゃくちゃうまいこれ、プロベンエッグチョコレート味。今まで飲んだチョコレートの中で一番うまいかもしれない。はい、カレーだけやったらあれなんでね、ちょっとプラスして、卵も2個追加しますか。目玉焼き、はい、目玉焼き、いい感じにできました。ちょっと半熟で、カレーやで、この手作りのカレーっていうのがいいよな。いただきます。うまっ、カレー、はい、デザートにこれはゲンがくれたかりんとうまんじゅう。うまっ。じゃあバタフライからいきますね。はい、今、パーソナルが終わって、1時過ぎですね、10時から3名様させていただいて、奥さん3人やったんですけど、みんなあの撮影 NG やったんで誰も撮れてないですけど、まあね、こういうプライベートな1対1でやってるパーソナルトレーニングジムなんで、まあ、そこはお客さんのストレスになったらダメなんで、そこはもう NG なとこは NG で、でまあ今パーソナル終わってからこれからご飯ですね。でさっきお客さんにいただいた、あのもう1個食べちゃったんですけど、手作りの、スイートポテトのケーキをもう1個いただきます。ね、なんかお菓子作りがすごい好きなお客さんで、なんかこれもさつまいもとなんかすごい、体のこと考えてくれてはって、あの全然変なもん使ってないって言って、美味しいから食べてっつって、大会前からずっとあの作ってくれるって言ってたんで、めっちゃ楽しみにしてました。こんな感じで、次はちょっとほんまはちゃんと弁当を作ってやってるけど、今日はちょっと許してください。で昨日帰り新幹線で買ったこの唐揚げとあと焼き鳥が残ってるんで、もったいないんで今日はこれでいきます。唐揚げっすよ、鶏肉を揚げてるんですよ。もまた休憩時間来たんで、またご飯の時間っすねどんだけ食うねみたいな、お前もうずっと食べてるやん。まあでも普段でも1日4食から5食は食べてるんで、減量中でも増量中でも、でご飯の時間は大事にしてるんで、セッションを何本か入れて30分空けてみたいな感じでいつも入れてますね。最高一番多い時でセッションは12本ぐらいかな、だいたい基本9本か8本ぐらいかな。でこれも昨日買った残りの新幹線で買ったやつ、なんかナスのハサミ揚げ、
増量中も普段食わへんようなこういうものを食うのが美味しいよな。先生ほんまに頑張ったねって言ってくれて、もうゆっくり休んでって、もうなんかそれを聞くたびにすごい泣きそうな気持ちになりました。でマジで自慢できるぐらい僕のお客さんってすごい温かい人がいっぱいいて、で僕はお客さんのおかげでこの仕事が成り立ってるって思ってるんで、もうなんかこれからどんどんね、新規のお客さんとか、もうちょっと忙しくてなかなか新規さん入れれなかったんですけど、もうちょっと枠も僕もトレーニング時間全然削るんで、新規のお客さんも入ってもらって、またね、この K2 を通してトレーニングの楽しさとかダイエットの楽しさをお伝えできたらなと思います。でこれまたさっきお客さんができたてのなんか近くの美味しいお肉屋さんのミンチカツとコロッケを買ってきてくれました。もう優しすぎるやろ。しかもめっちゃ好きやし、これミンチカツうまっ。お肉屋さんっていうのがいいよな。ソースとかつけあんでもうまいな。コロッケはい、ただいま5時です。ちょっと撮影許可下りたんで本日6人目のお客さんですね。はい、ちょっとトレーニングしてる風景を。よし、やりました。こんな感じでちゃんとお仕事もしてます、はい、ちょっと許可いただいたんでちょっと合間に撮らせてもらってます。お仕事終わりに週に1回か2回いつも来ていただいてます。ありがとうございますはい、まあこんな感じです。はい、はい、次は17時半からのお客さんです。7人目かな。なんかおやついっぱいもらいましたじゃーんありがとうございます。いっぱい食べてください。30歳女性です。ダイエット何目的ですか？パーソナルトレーニングは健康維持かな。健康維持、はい、健康維持大事なことですねちょっとね、今からのお客さんはウォーミングアップ長いんで長いですか？はい、ストレッチちょっと時間かかるんで、あ、すいません、一旦ここで止めます。また後で。こんな感じでトレーニングはちゃんと真面目にやってくれてるんでトレーニングはっておかしい。まあ、ダイエットもちゃんと真面目にやってくれてます。はい、チョコレートがもう好きすぎてチョコレートやめれませんみたいな感じで最初スタートしたんですけど、そのチョコレートは結構克服できるようになって、今はもうだいぶ数減ってますね。はい、数は減ってます。一袋は食べません。でももうチョコレートを別に無理にやめる必要ないんですよ。それこそ1日に1個やったら1個別に食べたらいいんですよね。完全にその自分がストイックに鶏胸肉とささみとブロッコリーみたいな、そんな生活をする必要は一切なくて、自分の中のちょっと逃げ道を作ってあげるっていうのがダイエットの中の秘訣ですね。だからちょっとトレーニングパーソナル頑張った時だけチョコレート1個好きなの食べてとか、アイスクリーム食べてとかいう風にしたらダイエットも長続きするし、別に罪悪感もなく食べれるんで、1日1個やったら1個っていう風に決めて、それをご褒美に毎日頑張ってもらったら、で我慢することによってそれがストレスになって爆食いしてみたいな感じになる方が絶対良くないんで、
長く続けれるようにダイエットをうまいこと模索して自分に合ったダイエットをしていってもらったらなと思います。はいはいはい、今8時ですね。先ほどパーソナル、1人お客さん平山明日香さん、いつも僕がお世話になってる大会も応援来てくださってた方なんですけど、全部パーソナル動画撮ろうかなと思ってたんですけど、話が盛り上がりすぎて動画撮るのを忘れてました。すいません。で今またちょっと休憩挟んで、で8時ほんまお客さんおったんですけど、また8時のお客さんもキャンセルになったんで、ちょっとゆっくりご飯食べます。これまた昨日買った残りのやつ調理ですね。はいはい、ラスト9時からのお客さんはいつも週2回コースで通っていただいてる岡さんです。いつも家族で来てくれてます。たかちゃん、どうですか K2 のここのジムは。楽しい楽しい。いつも遊んでんもんな。お母さんは、お母さんは何キロダイエットしたんでしたっけ。8キロダイエットできました。8キロはい、8キロダイエット。はい、食事はどんな感じですか。結構きつかったですか。あ、いや、ほとんどあの、むしろあの今までよりも食べろっていうぐらいの量の多さでびっくりしました。いつもトレーニングはきついですか。あ、トレーニングはそうですね、あの僕みたいなおじさんが多少きついです。その時に見返りはちょっと帰ってくるものが多いので、大きいので嬉しいです。え、岡さんは今年齢おいくつですか。42歳です。42歳。42歳でもバリバリトレーニングして。そうですね、あの近くでトレーナーが応援してくるので頑張ります。はいはい、ってことでタカちゃん、お父さん今からスクワットするから、はい、見といてあげてください。見といてる。よし、じゃあいきますか。はい、スクワットは終わり。終わりちゃうわ、あと1セット。あとアップで。よかった、遊んでもらって。はい、自己紹介してください。お名前は？岡田かみです。はい、何歳ですか？5歳。5歳。将来の夢は？何になりたいですか？お父さん。お父さんになりたい。はい、それは多分なるでしょうね。好きなキャラクターは？ピカチュウ。ピカチュウ。ピカチュウさっきあれちゃんもらったじゃん。なあ。あれ美味しかった。美味しかったってまだ食べてないやん。はい。ちょうどお土産でね、東京バナナのピカチュウがあったんで、はい、帰って食べてください。はい。朝に。はい。OK。とことん三昧カレー。はい、2位パリパリチキン。トコトン三昧カレーのパリパリチキン追加で、はい。量と辛さはどうですか。辛さは普通で、はい、量も普通で、はい、であと半熟卵トッピングで。半熟卵のトッピング、はい、はい、はい、トコトン三昧はパリパリは入ります。
仕事終わりにここ一に来ました。もう一回カレー食べます。ああ、朝食べてます。